はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋ようこそいらっしゃいませ。ということで、続きやっていきましょう。グランツーリスモ7朝活ということで、皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。この前たくさん動画を投稿してまいりました。3年ぐらい実況させていただいておりますが、病気でねちょっと半年ほど実況できない時期もございました。まだ症状も続いているんですが、ただありがたいことにですね、チャンネル登録してくださる方が増えておりまして、現在170名を超えているといった状況になっております。ありがとうございます。2022年にですね、登録者の方1000名目指しておりましたが、この動画自体は2023年投稿の予定でございます。どうなっているかわかりませんが、皆さんのサポートをいただけるとね、嬉しく思っております。チャンネル登録してぜひぜひ応援してください。Hello everybody, my name is Terion, I am a game live, I posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、続きやっていきましょうか。うん。さて、今回も20分ぐらいでね、終了しようかなと思ってますが、ポルシェの強化からいきましょう。600から650の間に抑えろっていう話だったので、ポルシェを強化したいんですが、ポルシェになってないから、まず車を乗り換えなくちゃいけない。まあ、どのポルシェがゲットできてるかわからないから、まあ、入手したポルシェを強化しようになってんだろうね。まあ、ポルシェですからね、よし。ポルシェの名前の由来って何なんだろうね。コルベット、フィット、スイフト、コルベット。どこにあるんだろうね、ポルシェね。いろんな車が手に入ったからわかんないんだよね。マスタング、ヤリス、ランサー、M3、フェアレディ、フォーカス、フォード、フィット、スイフト、コルベット、クリオ、シルビア。どれがポルシェになるのかな？すべての車。メーカーから探そうか。ポルシェ。よし、じゃあこれ、行きましょうか。車を乗り換えました。うん。いいね、かっこいいね、ポルシェね。乗ってみてー。さあ、600から650の間に鍛えて、レースに出ると。まあ、タイヤをとりあえず、レーシングタイヤソフト。これで657まで一気に飛んじゃうからな。647。まあ、639ぐらい。これで行こうか、とりあえずね。タイヤだけ変えてね。あとは、サスペンションとか642か。コンピューター入れようか。45。はい。で、あとは、サスペンション入れる？これ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 。49。ほい。で、ブレーキパッドとかは？ 51 か。うん、まあ、これでいこうか、とりあえずね、じゃあ。いい塩梅で649になったんで。まあ、これなら、ね、ギリギリ650いってないんで。PP600 以上のポルシェが用意できたようだね。もしも PP650 を超えてるなら、この後のポルシェカップには出場できない。その場合、チューニングパーツのパワーリフト、パワーリストリクターなので性能調整しよう。準備はいいかな？さあ、ポルシェカップに挑戦だ。イエスサー、スパ・フランコルシャン、ベルギーワールドサーキットのコースがオープンしました。さあ、いよいよポルシェカップに挑戦しよう。ドイツのメーカーポルシェについては、きっと一度は聞いたことがあるだろうね。ドイツを、そして世界を代表するスポーツメーカーの一つだ。その中でも911と呼ばれる歴代のシリーズはポルシェの代名詞的存在になっている。今回集めてほしいのはそんな3台の911。ポルシェカップで3位以内に入れば入手可能だ。準備はできてるね、3台。それたらまたこの店に戻ってきてくれ。待っているぞと。911か。ちょっとなんか、あれだね。まあ、あの日がさ、911やからさ。なんか縁起が悪いといえば悪いかな。うん。
まあ、何かは言わないですけど。さあ、ヨーロッパ行きましょうか。さあ、ベルギー。いいね。ドイツ。イタリア。かなりサーキットが できてきたね。ポルシェカップ行きましょうか。さあ、勝てるかな。ポルシェカップ。スパフランコルシャン。ベルギー。さあ、この動画が投稿されるのは2023年のね、10月になってるので、約1年後ですね。なってるので、どうなってるかわかんないですけど、ワールドカップがね、2022年の11月に開催される予定なので、ね、もう終わってるんですよ、ワールドカップがね、サッカーのね。さあ、優勝国はどこになるかなって感じですけどね。まあ、日本は非常に厳しいリーグに入っておりますとね、ドイツ、スペイン、そしてコスタリカだったかな。非常にまあ厳しいリーグに入っていると思いますがね。ドイツとスペインですからね。予選リーグの突破がかなり厳しいですよね。まあ、コスタリカにはどのチームも勝つとしてもね、日本が仮に勝ち点3だとして、ね、コスタリカに勝ってお互い引き分けたとしたら、まあ、5でしょ、勝ち点的に。まあ、ドイツとスペインとは引き分けで5となったら、でもドイツスペインがね、ドイツスペインの対決がどうなるか次第だよね。ドイツスペインも3ポイントずつ最低限コスタリカに勝って持っているとしたら、あとは日本戦で引き分け、両方とも引き分けとしたら4ポイントになってるんだよね。で、最後の試合がどうなるかだよね。だからお互いのそのドイツとスペインの試合で、どっちかが勝っちゃったら、どっちかが1抜けで出ていっちゃうんだよね。だから7点、勝ち点が7になって、まあ、ドイツかスペインかどっちか抜けていくと。で、その場合は勝ち点4だから、スペインかドイツか分からないけど、日本が引き分け引き分けで頑張っていけば、勝ち点5になって、ね、なんとかリーグ戦突破できますけど、なかなか厳しいよね、どうなるかって。で、今回はね、そのワールドカップの放映権を ABEMA さんが買ってるみたいで、だからアベマさんでね、放送するらしいですよ。全62試合だったかな。すごいことですよ。てか全然勝ってないんだけど、これ大丈夫、これ。やっぱエンジンとかの調整した方が良かったな。調整したのタイヤとあれだけだからね。スーパーコンピューターとかしか変えてないから、スピードが出ない全然。あ、でもラップ5周だから、ちょっとあれか、ゆったり走って上位を取るっていうパターンね。いや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 、ちょっと今回この一戦で終わるかもね。朝活めちゃくちゃ眠たいっていうのと、時間がちょっと押してるっていうので、うわー、まずいな。いて5位か、3位以内に入らなきゃいけないのに。で、前との距離はそんなにないから、なんとかなるかも。だんだんその一周にかかる時間が伸びてきたもんね。リアルレースに近くなってきたかな。よっしゃ、4位。あいつ抜けばとりあえず入賞はできそう。最低限のノルマを果たせ。よーし、ポルシェ同士でぶつかり合うとか考えたくもないわ。高級車同士のぶつかり合い。与沢さん、あ、与沢さんフェラーリか。かっこいいな、このウィング。だからインコースから抜かしてもらうぜ。朝活いいんだけどさ、めっちゃ眠いわ。
いや本当最近やっぱりまだ寝れない症状は続いてて、今日も多分ね、まあ、4時間ぐらいかな、睡眠時間的には。まあ、ちょっと別の動画も撮ってるから、すでに結構朝活の中でもこれ最後に撮ってるってパターンなんで、めっちゃ眠いっすね。4時間睡眠はさすがにきついですよ、正直。何喋ってるか分かんないもんだって、自分のもう頭が自動で口開いてる感じ。めちゃくちゃ眠いっす。よし、あ、やばい、めっちゃ今気抜いてた。このコース長いな、ラップ5周これで走れてるのきついよ、これかなり。うわうわー、やべ、気が抜けない割にはめちゃくちゃ眠いから、これはきつい。よし、とりあえず体当たりだ。そういうゲームじゃないけど、ポルシェ同士で体当たりとかマジやめてくれ。さあ3周目、グランツーリスマ1周が短いというね、ジンクスをね打ち破ってきたな。最後に、まあ眠いけどもう一本取ろうかっていう、その流れをめちゃくちゃ打ち破ってきた。リアルカー乗ってたらちょっと今日はまずいとこだったかもな、眠たさが。よし、さて、まだ半分ぐらいしか走ってないからゆったりしていきましょうや。結構詰められてるからね、後ろね、差がつきづらいコースだね。後ろは遅いから別にいいんだけど、前が2、3台速いから追いつかれそう。さあ頑張れ。長えな、一周が。よいしょ。ほんと最近ね、ちょっと英語で、まあ、英語の記事を読むっていう練習もしてるんだけどさ、何回も何回もやっぱ同じ単語でつまずいちゃうね。下手したら調べた後にもう一回同じ文章をさ、同じ単語が出てくることもあるけど覚えてないもんね。難しいよ単語は。ジャンルによって使われた単語も違うし、同じ言い回しだけど別のね単語とか使ったり来たりするから、スタンダードな言い方じゃない文章とか見たりするとね、これこんな意味もあったのっていう感じにはなるんだけどさ、実際それで覚えるかって言って覚えてないから。よし、4周4分の1かな。やっぱ2位の車が速いね、全然離せないわ後ろ。あ、でも姿は見えてないな。また
ちょっと放送事故になっちゃった。いやマジでかなり眠い今。もうね4本ぐらい撮ってるから、まあ、それのね編集もしとかなきゃいけないから、まあ寝るわけにはいかないんですよ。まあ時間が時間だからそっちはちょっとまあ後回しになるかもしれないけど、やっぱこんな時間かかると思ってなかったから、1レースやってパパッと終わってパパッとね、作業するつもりだったんですが、よし、行け。まだまだだな。まだ5周目に入らない。ファイナルラップに。うわ、まずい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 。完全に寝てた。あぶねえ。完全に今寝てました。見えてなかった。気づいたら、縁石。乗り上げて砂利の上を走ってましたね。いやでもさ、ドライバーがさ単調な景色が続くと眠くなるっていうのも分かる気がするな。全然関係ないけどさ、海外の選手ってさやたらとやっぱりガム食べてるね、サッカー選手ね。なんだろうな、あんま日本人では見かけたことないけど、まあ、長友選手が噛んでるのを見るぐらいかな。イニエスタ選手のさ YouTube があるんだけど、イニエスタ選手とかねめっちゃガム感染中とか噛んでますからね。で多分その同じようにスペインの選手がいるのかな、みんな同じようにガム食べてて。あんまりさそのガムを食べるという習慣がないからさ、すげえ気になるんだよね。でもメッシとかはそんなガム噛んでるイメージがないから、まあ、国のどっかの国の特徴なんだろうかな、あれはね。ガム食べるっていうのはサッカー選手に限らずね。サッカー選手だけガム噛んでたらおかしいもんね。野球選手も噛むよね、ガムね。まあ、でもあれが本当に歯を守るためだとしたら、そういう戦型の命だけどね。危ねえ。やべえ、また寝てた。このコーナーやべえ、このコーナーやべえ。寝るコーナーだ、魔のコーナー。うわぁ。やべえ、ファイナルラップでこれやめて。最後の最後で。ほら。危ねえ。魔のコーナー、めっちゃ寝てた、完全に寝てた。危ねえ魔のコーナー、よいしょ。危なかった、ここを越えられたな。マジで魔のコーナーだわ、あそこ。うわ、耐えろ。後ろ来てるぞ1台。一応未来には映ってないか。じゃあ大丈夫かとか言うとまた油断して寝ちゃうから。こんな長いとは思わなかったな、ポルシェコース。これはきついぜ。周回数がどんどん増えていくのかな、これから。ありえるぞ。プラス4秒。寝てるからね。スクロールのアクションゲームとか久しぶりにやっていこうかな。それで行くんだったらソルト&サンクチャリがあるから。うわーまずい、そっちやった方がいいかな。後ろすぐ来てるね1台ね。結構危ないぞこれは。よっしゃー、
クリアかな。危なかったポルシェカップ。はい、ということでなんとかクリアさせていただきました。はい、ありがとうございます。スパフランコルシャン875万、かなり美味しいね。1位得点、今回美味しかったですね。911のポルシェゲットいたしました。うん、お、コレクターズレベルも上がったね。ミッションモビーディックオープンした。レベルが上がるとこういうミッションがね解放されるということで、非常にねそれもね、楽しめる要素がいっぱい増えていくという感じでございますが、今回はここで終了させていただこうかなと思います。うん、あと2つレースが多分残ってるんだけど、これも多分周回数めっちゃ多いんじゃないかな。ニュルブルクリンクとか。うん、何周とか書いてないな。うん、まあとりあえずね、今回はこれ終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。ということで、また次回もね走っていこうと思いますが、もう時間も時間だしね、今回はこれ終了します。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またで、バイバイ。